るんだ。よし、どうしたの。はい、こんにちは、スプレーアートのうまちゃんとレアちゃんです。なんとね、のすけくん覚えてる。覚えてる。なんと長野に梅ちゃん家に遊びに来ちゃいます。今はついてないけど、これから来ちゃいます。そしてどうしますか。のすけくんの番の型紙、これでのすけくんのどういう反応するのか作るじゃん。絶対知らないじゃん。知らない。作ってるなんて思うと分かんないじゃん。分かんない、多分。絶対分かんないじゃん。喜んでくれるのか。喜んでくれるのかな。あ、そろそろ来る、そろそろ来る。のすけくん来るぞ、そろそろ。来る、オッケーオッケー。やりましょうか。オッケーオッケー。じゃあ、オッケー。演技だぞ。こんばんは。あ、こんばんは。久しぶり。マジで久々ですね。沖縄ぶりなんで、うん、いやもう久しぶりすぎて。やば。ちょうど近くにいたんで、うん、今日白馬とか見て、うん、もうそういうエデンさん、そういう長野だったって連絡して2時に、うん、で、今もう作詞に今日勢いで来ちゃう。勢いでマジで来ました。早い。やばいよね。すごいよね。ガチで勢いで来ました。ガチで勢いだった、ね。いやマジで本当に。今日は行ってますかぐらいのレベルで聞いて。だって決まったの本当に体感1分とかで、ね、いや本当にそうですね。もう今日行っていいですか。あ、今日全然いいよ。あ、じゃあ今日の夕方行きますね。え、まやちゃんも。まやちゃんね。まやちゃんです。あ、じゃあまやちゃんです。うわ、よし、すぐ仲良く。ちワンちゃんに好かれるんでね。のすけくん、じゃスプレーアート、はい、久しぶりに見る。おー、おー、そうやばいやばい。いつもやってて本当に続けてる。本当に好かれてる。え、これ何の YouTube、 なんかの YouTube ですか。ちょっとそういうカメラな、なんかの YouTube ですか。あ、ちょっと、うん、ちょっとした企画でのすけくん遊び来たよって。あ、ゆるい Vlog みたいな。そう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 。ちょっと一回車内とか、大丈夫ですか。車内とか車内行こうか。車内一回見に行こうか、はい。おー、すごい、いいね、すごい。じゃなく、うわ、超かわいい。やばいよね。すごいね。めっちゃおしゃれ。すごいよ。エロ本探そうぜ。ないっすよ。確かに別にネットで見れるもんな。オッケー。あ、やば、そのファイヤー欲しい。うわい、もう一回じゃない。はい、これなんか。おー、やば。ファイヤー。やばすぎ。はい、ということで沖縄であったエデンさんに会いに来ました。ファイヤー。ライブやってるんで見に来てください。ファイヤー。やば。もうやばいやばい。わかった。いやもうこれあれじゃん。これでもう書いてるよね。これやばいっすね。ガチで。わかった。いやもうもうだ、書いてあるっすもん。書いてあるよね。え、やばいっすこれ。気づかれるの早いな。いやでもだって書いてあるっすもん。ねえ、書いてあるもん。のすけバンライフって。まじで今回の出演者はちょっと頭がいい。頭がいい。頭がいつもならこんな早く気づかれることないのにな。そんなに言われない。ああ。なっちゃったよ。バレた。レッツゴー。マジガチで行こうか。本当にガチで行こうか。旅もあと1ヶ月で1年、もう1ヶ月で1年2ヶ月1年1ヶ月1ヶ月ですかね。旅って終わって楽しかった。いやもうやばいですね。やばい、旅が日常になっちゃったんで。そうかそうか。変な話抜け出せないというか。え、人に会うのは好きなの。あ、もう旅のスタイルも徐々に変わってって、うん、最初めっちゃ観光地まんま行ってたんですよ、うんうん、だけど結局やっぱ観光地ってなんだかんだ慣れてきちゃうんですよね。はいはい、変な話、うんうん、日本一周しててもあ、またこんな感じかみたいな。はい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 。で、ってなった時に変化があるのって人だったんですよ。おー。で、人だけはいくらあっても面白くて。はいはいはい。で、本当に最近はもう本当にずっと人に会うから、ほぼもう。はい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 。気になった人とかも、もう距離関係なし。はいはいはい。2時間、3時間近いんで。近い。ってなったら人に会うできるんですよ。だからこの件でこの人に会えてってなったら大体会いに行ってます。すごい。
すごいね、出会いですね。いやいや、マジで今日本当に会ってくれてありがとうございます。いやいやいや、もういきなり今日何してるの今日今からイエーイっつって。うわぁやばこれすごい、マジですごすぎる、やばっ、スタドーン、これやばいっすよ皆さん、やばい、やばすごっ、のすけくんにプレゼント、マジっすか、請求書後で来ますか、もちろんタイトルは何ですかこれ、タイトルは5年後の僕、5年後に請求書送ります。あ、5年後めちゃくちゃ怖え。いや、マジでありがとうございます。すぐバレたよね。まあ、ちょっとね、まあ、ここだけの話だけど、うん、やらせ知ってた、演技力をどんだけ試すか、どこまで嘘がつけるのこれね、最初から嘘つきだったね。いやいや、楽しいと思ったらチャンネル登録と高評価と、のすけくんの TikTok のフォローもよろしくお願いします。お願いします。アディオスアミゴー、アミゴーファイアー